今日は餃子と味噌汁、大根と揚げ豆腐とわかめ、こんな感じ。大根を初めて調理した日本人としてはおかしいかもしれないけど、と韓国のおかず、餃子のタレでしょ、これはマヨネーズ、ごま油、七味、醤油、あとこれが味付けの日本の海苔と大根サラダ、ちょっと野菜と大根と、あとじゃこを乗せたのと、ジョジョエンのタレをかけた。そう、あと一人でめっちゃ斬新な人がいるの。餃子のタレなのにわさび入れてる人がいる。醤油と七味とわさびだって。本人に超斬新だねって言ったらめっちゃドヤ顔してたんだけどわさび、いやめっちゃ斬新だと思って、あ、待って、うわお、ちょっと今回餃子はキャベツ買い忘れちゃって、だからキムチ餃子にした。今日結構ちゃんとした食じゃない？餃子、おかず、ご飯、味噌汁、サラダみたいな、こんな感じで。いただきます。今映画見終わった。なんか映画館が思ったより寒くて、でもまあコート持ってったからよかった。と今からお昼に向かう。今1時15分前。で今から寿司を食べようと思って。本当は1月1日に正月らしくケーキよく寿司食おうとしたら、1月1日は地元の寿司屋が2軒ともクローズしてて食べれなかったから。結局こうやって街出てきた時に寿司を食べる。もうね、新年のうちに食べないとね、ケーキもんだからね。だっていつも29だって。黒もある。黒のが良くない？値段一緒かな？黒もそうだ。じゃあ黒にする。あ、黒もあるって言ったんだ。うん、何だと思った？黒もマット、このマットを買うことにした。玄関のとこに置く。これかな、白いやつって。明らかにこれだよね。違う？間違えてるかもしれない。この白い机を買おうと思ってて。書いてない。わかんない。
机やめた。なぜなら引き出しとかも欲しくて、でもちょっと今日決めるにはまだちょっと決めれなくて、でも引き出し買うときにその隣に置く机だから色が白じゃなくて黒の方がいいかもしれないから今はやめとく。これやっぱり、この色塗ってないやつがあったからそっちの方がこれがいいなと思って、これにするわ。結局まだタンスとか決めてないけど、これこれホワイト、ホワイト黒とかもあんのかな。このなんかコードとかかけるやつ、これを買うことにしてるんだけど、2個買おうと思って、本人用と私用と2個お願いします。とりあえず今日はマットと、まあ、コートかけるやつとか、あと新しい机を買って、でもまだタンスとかも新しいのに買い替えたいから、でも、もういっぺんにやるの大変だから次回の宿題って感じで。なんかもう私家具を一回も買ったことなくてさ、全部お下がりの使ってるからさ、もう本当に古いもうさボロボロのやつをギリギリ使ってるやつもあって、タンスとかちょっと新しいのにしたいなと思って、今からコスコに行く。コスコに来た。バゲットでもいいの？バゲットでもサンドイッチ作れるじゃん。ベーグルがいい？どっちも好きじゃない？でもフランスパンさ、バターの食べるだけで美味しいじゃん。まあ、うまいよ。うん。でもこれ明日食べた方が美味しいだろう。でも硬くなったらフレンチトーストしたらまた美味しいじゃん。